百万円をかけたチャレンジ立ちはだかるのは名だたる英語系ユーチューバー留学に対する夢熱い思いをぶつけろちなみに誰知っていますか危ないですね、僕知らないと落とされてました自分の中で留学で一つ大きなことをやったっていうのがあってオレンジを売ったっていうことなんですけどマサチューセッツのなんか魔女とか入れたところもせいだ食べたいから金食えた。き <laughs> <laughs> 留学グランプリ思いをぶつけて100万円ゲット主催の留学兄さん K です。この企画では皆さんに奨学金100万円を競っていただく企画です。私が経営する留学アシスタント株式会社から皆さんの留学の夢を応援したいという思いで出させていただいています。この企画から世界で羽ばたくグローバル人材を見たいと純粋に思っております。 えー、今回、えー、司会を務めさせていただくイーさんです。よろしくお願いします。では、ね、早速なんですけど、世界に羽ばたける有望なチャレンジャーを紹介します。簡単なプロフィールを教えてください。菊池優斗です。出身は東京都で19歳で高校3年生です。お願いします。では、優、え、斗、ー、さんの、えー、チャレンジスタートです。<laughs> えー、では、1分間の英語自己紹介をして出た後に、えー、日本語で審査員とディスカッションという形になります。お願いします。 Oh, uh, <laughs> or, uh. so could you introduce yourself and tell us about your dream? I have a dream that I influence others in the world. I'm Yuto, 19 years old, and senior in high school. I've lived in the United States for 10 months as an exchange student. Uh, I spent good time in the United States, so. <sighs> <sighs> uh, i just thought that wasn't enough kind of too short only 10 months so i want to go again as a student and a co-worker that's why i want to go again uh, to go to college in united states and through this the progress of this youtube uh I help people to go to overseas as an exchange student because I know lots of people hesitate to go to overseas because people are scared something they don't know. So I just wanna encourage people. So thank you for listening. <laughs> 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 <ー>まあ、ね、緊張しますよね。本当にカメラで YouTube で見てる人たちがに、ね、でめちゃめちゃ緊張しますし。ちなみに誰知ってますか？か誰,誰,誰みたいな。<laughs> 皆さん知ってます。細かい。知らなくても今知ってる。確かにね。危ないですね。僕知らないと落とされてました。早速、あの、まあ、ここからですね。ディスカッション日本語でしていただきたい。まあ、審査員の方は何かあれば。そしたら、えっと、今って。英語の資格っていうのは、もう、なんか持ってるんですか?。えっと、自分は5ヶ月前に、アメリカからの留学が終わって。で、いろいろ探してる中で。 レストとか知らないんですけど、トーフルっていうのを受けて、61点でした。61点。テスト前とかに本当知らなくて、ただ、とりあえず受けてみて、結果だったんで、これから本当に勉強して、受けて点数上げるっていう気持ちがあります。わかりましたいつ、えー。そのトーフル受けたのいつですかと、2ヶ月前とかです。なる,なるほど、なるほど。わかりました。ありがとうございます。アメリカどこを留学されてましたユタ州に行きました。ユタ州。うーん あれケイ君言ったでしょそうですそうですでも僕はあれ関係ないですよユタ州行かれたのは全然関係なく行かれてあーそうですねなんでユタだったのあのアメリカにその留学のプログラムが無償でホストファミリーをしてくれる人を探してそのホストファミリーが留学生を選ぶみたいな感じで自分はアメリカを選んだだけでどこに行くか選べなくてた,たまたま運命でユタ州に行きます <laughs> 運命ユタ州運命かこれは確かにそうですねうん、うん、ソルトレイクシティですか あの、セーラムっていう本当にただの田舎で。どこの州にもセーラムあるんだよ。えオレゴンの首都セーラム。マサチューセッツのなんか魔女とかいるところもセーラム。そうそう。そう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 そえで、その行かれたきっかけは何だったんですか自分はずっとサッカーしてて、ずっと勉強とかもしてなかったんですけど、途中でなんか自分変わんなきゃなと思って。勉強してて、でもずっと英語が苦手で、どうしようかなって考えた結果。 アメリカに行けばいいと思って、うん、きっかけで行ってみてすごい影響を受けてまた行きたいなみたいな感じで、うん、その時はプログラムとかを利用して行かれた感じそうですね自分で応募してきました、うんうん、アメリカに行ってなんかカルチャーショックとかなんかそういうのありましたか,かもう全てがカルチャーショックでしたあ,<ー>あるもの全てが <laughs> 本当は自分日本,日本がめ本当に大好きで日本が一番だと思ってて、うん ただ、英語を改善したいがために行ったんですけど、行ってみたら、日本って一番じゃないかもしれないすごい、ここを見ながら、日本が一番だと思ってる。ただ、すごい、いろいろなんか、すべてのものに影響を受けて、世界って広いな、みたいな。日本の好きなところは何ですか友達 いろんないる友達も好きですし、食べ物が一番好きです、ね。あ<ー>これね、ちょっといいですかね。その、留学グランプリを応募した理由なんですけど、まあ、留学するための家族への経済的負担を減らしたい。と、食費もかさばむため。<laughs> え、めっちゃ食うってことですか <laughs> その食費はまあ、あの、ね、みんなそのかかるじゃないですか。一般、普通に生活していく上で。うん、そうですね。人より食べる、 いつもお腹空いてて1日5食とか食べちゃう人に負けないところも行動力と大食いって書いてあすすごいそこは止められないんですか別にここはだからね100万待つか自由ですけど食べたいからお腹かいたからお腹空いた確かに本当に食べる量も1回でたくさん食べるとよくないじゃないですかちょっとずつ食べるんですけどまた食べるとすぐお腹空いてそうそう え、これ何ぐらい,ぐらい <laughs> 何ぐらい食べるんですか食べる一日5食で、本当に。5食で普通の夜ご飯食べるのを5回ぐらい繰り返す。本当に。えーえー、で、ほんまの5食っすね。だから1食も普通に食べてってことですよね。学校行く前に食べて、学校行ってる間にまた弁当が待ってなくて、弁当また早弁して、早弁してで、また足りないから売店でなんか買ったりして、帰ってから食べて、うん、夜ご飯食べて、うん みたいな夜ご飯食べてもまた寝る前にお腹空いちゃうゃアメリカ辛かったんじゃないですか,かめちゃめちゃ辛かったです。でも、<laughs> ホストファミリーが料理がめちゃめちゃ上手で。あ<ー>あ<ー>。いや、これ、ね。人、りました痩せましたでも体重がずっと変わんないんですよ、えー、食べてるのに。いい若いから。だってもう、まだ骨とか伸ばしてる最中だから。<laughs> でも私、同じ時期行きましたけど、8キロ太りましたよ。<laughs> <laughs> まあだから人に負けないっていう、そういうところなんですよ。そうう消費もちゃんとして、すごい。 大食いを極めてるという。なるほど極めたくないんですけど、極まっちゃった感じです。本当に、食費を抑えたいんですよ、本当に。うん、まあ、もう、うあの、大食い、正直戻、もうどでもいいです。あともう一つ聞きたいのが、うん、留学に行ったっていう、そのエクスチェンジするんとしたっていうのは、多分。まあ、環境であったりとか、高校のプログラムとか、あの、まあ、いろいろある中で行ったと思うんですけど。それって結構環境のおかげに、結構聞こえちゃってて、実際にその留学の中で、自分がこういう違いを出しましたよっていうのは、何かありますか。 自分の中で留学で一つ大きなことをやったっていうのがあって、オレンジを売ったっていうことなんですけど、留学先で。え、はい。ちょっと、あの、詳しく聞いていいですか自分サッカーが好きでアメリカでサッカーやろうと思って、で、なんかプレーシーズンみたいなのがあって、練習会みたいな。で、でコーチと話してたら、いくらかかるのみたいなのを聞いたら、600ドルみたいなの言われて。それ何が600ドルのことあ,あの、サッカーをするのに。ワンシーズンで600ドルって言われたんですよ。う参加費用なですか そう,そうですね。合宿みたいなのも込みで。そんなの払えないってって。そ,それをいっぱ <laughs> そ,そんな高くですかワンシーズンで。で合宿みたいなのもあって。うん、それで300ドルとかも重まって、いろいろあって。ユニフォームとかも新しかったりして,て。600ドル払えないよって言ったら、じゃあオレンジ売ってみないかって言われて。大丈夫それ。そんなコーチ大丈夫ですか <laughs> <laughs> なんでオレンジそれで、オレンジを売ったんですよ。で、一箱30ドル、10キロぐらいのオレンジを売れば、自分に10ドル。 入ってくるみたいなのをやって最初は本当に知り合いとかもいないんでオレンジ友達はいいですけど友達は高校生なんでオレンジ買ってくれないわけですだから家をノックして自分の自己紹介して怖オレンジを売るみたいなことをやったんですけどオレンジうるさいなちょっとオレンジ売られるのちょっとねあんまりねあれですけど大変だでも本当最初は本当に知らないアジア人が来ても誰も買ってくれないわけじゃない打たれかねえもうもう危ないよ でも、本当にいろいろ工夫して。優たはがあげてくれるんですよ。優 <laughs> しい優しい。しい <laughs> ニコニコしてくれる。そうだから友達、その高校の仲いい友達の近所の人とか、自分の数少ない近所の人とかに家コンコンノックして、<laughs> 友達が一緒にいたら知ってるわけだから、一緒に話してくれて、オレンジ売るみたいなのをやって、だから40人に40箱を売って、オレンジいらないからお金あげるよって言った200ドルで、 全部600ドルカバーしたっていうのが、うん、な,なんで買ってくれたと思います、うん、確かにのそれは知人だから知ってる信用みたいなのもあってあともう一つあって言いたいことがのそのオレンジも自分持ってなくてただお金くれるから1か月後にデリバリーしろっていうそれは何か優く君だから買ってくれたのかもしくはかわいそうなアジア人が来たからって言われたのか, <laughs> 確かに、ね、別にに僕が,僕がね同じように どうしんですよっつったら売れるんじゃないかって思っちゃうんですけどなんか裕斗君が違いを出したっていうのはちょっと聞きたいんですけどなんかあります普通の人だったらドアノックするのも怖いけど、はい、やった行動力っていうのも自分自身としての勇気ですよねつで売れないから工夫していろいろ友達の友達っていうので知ってる知人だから信頼関係で売ったっていうのが自分の工夫としてやったことですなるほど、まあ、リフェローのリフェローをもらったみたいな感じですよね 分かりりまましたありがとうございますこの延長線上ですけどこの自己 PR のところに「思い立ったら何でも行動に移す」ことが「長所」って書いてあるんですけど、はい、まあそのオレンジのそれもそうかもしれないですけど逆に具体的にこの「思い立って行動に移した何か」特別アメリカでやったことじゃなくてもいいのでこれまでに自分が特にこれはよく行動に移せたなと思うことありますか アメリカ留学決定もそうでしたね。あの、本当に。普通だったの人だったら行かないかなと思うんですよ。友達の話聞いてても。英語苦手だから行こうって決めたのも行動力ですし。うん、自分がこれから大学でコンピューターサイエンスを学びたいんですけど。普通に家、うん、親がパソコンを買ってくれるお金もないんで、自分でただ1ヶ月で20万円貯めて、ただ自分で MacBook Pro を買ったみたいな。1>, 1ヶ月で20万どうやって貯めたんですかバイトで貯めました。うん バイトは今、塾講師と家庭教師と倉庫と居酒屋で働いてますい。めっちゃ持してるな。すごいハードスケジュールじゃないですか。でも自分は忙しい方が楽しくて。退屈してる時間が嫌いな性格であります。 英語学習に関してはどうですかあの留学する前にその高,3高3で留学する前にどのぐらい勉強してで留学中どのぐらい伸びたとか今どういうことやってるみたいなのありますか留学する前は本当に英語苦手で <laughs> 本当に学校の期末試験で普通のあんまりただの公立高校でも本当にいい点が取れないみたいな状況だったんですけどそこで行く前にやんなきゃなと思ってオンライン英会話をやってから行って。<laughs> 言ってからもやっぱり苦労したんですよ。やっぱ苦手だったから。自分のアクセントで聞き取れないこともあったんですけど、それでもずっと挑戦し続けて、会話し続けるみたいな。感じで英語力は伸びたんですけど、10ヶ月で英語苦手だったのもあるけど、ネイティブの人には勝てないじゃないですか、やっぱり英語力って。なんか10ヶ月じゃ足りないなと思って、そこで。もっとここで、今留学したのを経験して、もっと日本で勉強して、またアメリカで勉強すれば、もっと絶対英語ができるようになるし。 うんうん、そういうの含めてまた行きたいなっていう思いがあります。ここでもし100万円達成しなかった場合、はい、でも行くんですか？はい、あ行きます、ね。借金していきます。借金。誰からですか？親か。あの日本の留留学支援機構みたいなところから<ー>。借りてね。借りていきます。うん、じゃあ両親には頼らず。両親からも頼るんですけど。ああ<ー>、うん。あのすごい金額がかかるんで頼りつつ。 また借りつつ、自分のバイトで稼ぎつつで、うん、あそういうことまかなっていくからって感じです。まあ今回、まあ、以前行った時は高校生として行って、まあ、ホームステイという形で、自分の家族じゃないにしても管理されたこう環境の中での学業だったと思うんですけど、はい、今回大学生として行くにあたって、まあ、あの優斗くんにとってはもう初めてのこう独り立ちというようなことになるのかなと思うんですけど、はい、まあそこで 聞いいてみたいのが、まあ、学業とかはそれは頑張って勉強することは重要だと思うんですけど、うん、おそらく一人で海外で生活することの中でいろんなこう揉め事だったりとか自分で家賃払わなきゃいけないとかいろんなこう生活周りの、まあ、大変なことがあるかと思うんですけど例えば具体的にあったならこう,こういう問題はこういうふうに解消してまあ向こうで何か問題と直面した時にこのように自分はなんとか、うん、あの。 頑張って解消していきますというような,なんか自信みたいなものってあったりしますか問題を解決するそうですね、どのように、まあ例えばよくありがちなのはそういうあの支払いをする際にうまく通じ合わなかったりとか、まあ携帯の契約とかもし,していかなきゃいけないと思うんですけど、英語力っていうところはもちろんあるかと思うんですが、そういう自分の人となり的に、 友達とうまくいかなかったことがあったとか揉め事があったときにどういうスタイルにこれまで日本でもこう解消してきた感じですか話してお互いの意思疎通をして分かり合えば解決すべて解決できる諦めずにそうですねはい逃げ出さずに逃げ出さずにやる自信はあります、ね、なんか僕も少しちょっと深掘りしたいなと思ってるのが 将来、あの、やりたいことで、なんか、こっちに書いてあるのは、えっ、ー、と、アメリカで起業することですと。で、その前にアメリカの有名な企業に就職したいですって、あの、お話だったと思うんですけど、その、コンピュータサイエンス学びたいって言ってましたよね。はい。それがどうリンクするのかっていうのを聞いてもいいですかあ、あの、いろいろ考えた結果、夢が少し変わりまして、はい。あの、この、 あ、そうですね。あと。決まる前に、面談みたいなさっきのね、夢のもう、インフルエンスピーポーって言ってましたけど、全然なんか <laughs>、結構僕からしたら一貫性がないって思うんですけど、<え>ちょっとそのロジックを教えてもらっていいですかあの、最初は、なんか漠然と企業家ってかっこいいし、お金持ちだし、なりたいなみたいな感じだったんですけど、なんでってかか考えていくうちに、人を動かす感じでかっこいいなと思ってな、思ってたんですけど、なんでかなって考えてたら、 自分は今までいろんな人に会ってきて、いろんな人の影響で自分が成り立ってきて、サッカーを打ってやってたけど、勉強を教えてくれた塾の先生とか、抑えてくれた親とか、留学を決定づけてくれた友達とかから構成されてて、そういう人がかっこいいなって。そんな人になりたいなと思って、なんか自分も他の人の人生を変える影響力のある人になりたいなと思ってて。自分は、あの、 本当は1年前に留学する予定だったんですけど、コロナで1年遅れてて。今、1個下の学年で高校生過ごしてるんですけど、そこでやっぱ友達に英語の質問とかされて、なんかちょっと答えれるじゃないですか。1年いたから。それでなんか友達も、あ1年俺も行ってみたいな、みたいな。言われて、ああなんかこういうのいいかもな、と思って。 自分。そうですね。そうなんだすごいひねくれた言い方。<laughs> 私そうではあります。はい、CS をちょっと勉強したいって言って、有名企業に就職するっていうことなんですけど、具体的にこういう企業ってあるんですか就職したいところ。あ、じゃあ、とりあえず CS を学びたい理由もいいんですかあ,あ、いいですよ。はい。自分は、なんか日本が一番と思ってたのを変えられたように、本当にアメリカが一番じゃないかもしれないなと思ってて。 またいろんなところで旅行じゃなくて生活してみないとわかんないじゃないですか。本当に現地の人を知って。その生活していくためにはやっぱ食が必要なわけじゃないですか。考えたらいろいろ考えていくうちにコンピューターサイエンスっていうのを取ったら本当にこれからどこでもパソコンがあればプログラミングができるし食になればどこでも生活できるようになるしで自分もそのコンピューターサイエンスをちょっとネットとかで調べて やってみて、ちょっと楽しいかもと思って、自分が理系で興味があったのもあって、そういうのもあって、で、一回自分が大企業に、大企業って言うんですか、このいい企業に入れば、このノウハウみたいなのを知って、ある程度、まず安定したのを、お金を取れば、とりあえず借金を返して、そこで、そこからいろんなところで生活してみたいなと思ってます。その企業、具体的には 企業、具体的には、マイクロソフト、K さんが言った。マイクロソフトとかも、魅力的な、アマゾン。BYU からのマイクロソフト。でも、お金貯めて、MacBook Pro 買ったんですもんね。そうです。マイクロソフトや。アップではなく、あの、サーフェスではなく。サーフェスではなく。じゃあ、アップルに行きたい。どうでもいい。どっちも、自腹どうすか確かに、まあ、なるほどね。ガーファムみたいなところに行きたいってことですよね。その、なんか僕、CS って、 そんんなな簡単じゃないとと思ってるんですよ正直言うと、えー、結構いるんですよ。それこそアメリカに行きたいってなった時に、あのまあ、コンピューターサイエンス学びたいですと。で、何でですかって聞くと、ほとんどの人がアメリカに残りたいからって言うんですよ。で僕、それって結構目的と手段が逆転してると思ってて、残って何したいのかさっき言ったようにいろんなところであの働けるからっていうのもある,あると思うんですけど、じゃあ実際に、 そのコンピュータサイエンスっていうものを使って、どういうことを自分が将来的に成し遂げたいか企業も多分手段だと思うんですよ。こういう手段でこ、うこういう人の幸せを見たいとか、そういうのあったりします自分のプログラミングで、なんか留学のことを伝えたりして、なんか、はい。まあでも正直言うとあまり、その将来何になりたいとかあまり決まってないんですけど、 まあ、自分の根本としてなんか人の選択を変えるような生活をしたいっていうのがあって、うん、そのコンピューターサイエンスを使って人の生活を変えれるようなものを作れたらなっていうのをずっと自分の信念にあります実際にその今じゃプログラミングやってて何をす勉強しましたあの HTML 言語とか、はい、CSS 言語す？お、本当に最近 コンピュータサイエンスをやりたいって決めて、それを今始めてカチャカチャって,ってる感じです、ね。ちょっとなんかじゃあスタディックっていうかその性的なウェブサイト着冠、うん、HTML で作ったって感じですか？はい。わかりました。ごめんなさい僕のあれだったんで。インフルエンサー、起業家、コンピュータサイエンスなどやりたいことがたくさんあるゆうと、果たして後半100万円ゲットなるか。 根拠ないですけど自分は絶対将来影響力のある人になる自信があるのでちょっとすごい抽象度が高いんでメ,メタモンみたいな感じ自信だけはすごい感じましたどんだけ空年っていうのもちょっと怖かった聞きま,ました <laughs> 主催の留学 K です留学学ですすグランプリ第2回も近々実施を予定しておりまイイエーイ <laughs> こちらの企画にですね参加されたい方随時募集しておりますので概要欄の方の LINE 登録ですねそちらを登録していただけると 自動返信で挨拶メッセージが返ってきますその挨拶メッセージの中に申し込みフォームがありますのでそちらからご応募いただけたらなとまた何かこう問い合わせがあればその LINE から連絡いただけたらなと思いますまた僕と同じようにですね学生さんの留学の夢応援したいぞっていう企業さんスポンサー企業の皆さんまたは対個人でも大丈夫です投資家の方ですね。企業さんであれば何か PR 個人の方であれば審査員として座っていただくどちらも大歓迎ですので同じく LINE 登録をしていただいて問い合わせいただけたらなと思います